電気親父です。室内のブレーカーは切れていないのに停電することがあります。これらについて5つの説明をしていきます。1番目に引き込み開閉基板や配電盤などがあり、そこのブレーカーが切れている場合があります。こちらは樹脂製のボックスになりますが、場合によっては金属製であったり、鍵付きのものなどもあります。そこにこういったブレーカーが入っていて、そのブレーカーが切れている場合があります。取り付け場所としては、電柱より引き込み線が入っている付近や、電気メーターの近くに取り付けしていることが多いです。危険な場合もありますので、あまりご自身で無理をなさらずに、電力会社や工事店にご相談されることをお勧めいたします。2番目に、スマートメーターの契約の場合、自動で電気が切られている場合があります。スマートメーターとは、こちらはスマートメーターではありませんが、従来の円盤がついているタイプのメーターではなく、デジタルメーターになっているタイプのブレーカーですと、今までの契約ブレーカーの代わりに、メーターの方で電気を自動でカットする機能がついています。契約容量を超えると、ブレーカーの代わりにメーターで自動的に電気が切られ、10秒後に復旧するようになっています。その間に電気を使用する量を減らしてください。しかし、メーターでの入り切りが30分間に複数回連続すると、自動では復旧しなくなり、この場合には電力会社への連絡が必要となります。ご注意ください。60アンペアまでの増容量の場合には、電線の太さなど条件が合えば、工事費がかからない場合もあるので、電力会社にご相談してみてください。3番目に、送電線に落雷があった場合、瞬時電圧低下、瞬時停電があります。送電線に落雷を受けたとき、停電の範囲を拡大を防ぐために、送電線を電力系統から瞬時に切り離します。このため、短時間の停電になります。数秒から数分になります。4番目に、引き込み線や送電線などのトラブル。停電までは起きていないが、照明のちらつきや電気製品が正常ではないような状態が頻繁に起きる場合、ご近所も同じ状況か確認してから電力会社に相談された方がいいと思います。電圧や周波数は一定ではなく、電力状況や電圧フリッカーなどの対策で調整されており、ちらつきなどは通常考えられますが、あまり頻繁なようであれば引き込み線などのトラブルも考えられます。最後にブレーカーの故障の場合もあります。お客様のメーターがスマートメーターの場合、メーターまで電力が正常に送られているか、リモートで確認できる場合もあるので、電力会社に確認してみてください。このような動画を上げているので、参考になりましたら高評価、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。